金星宿花は高音のノイズでマイクパフォーマンスをする音楽家、ダンサー、香川県出身、東京都在住、年齢不詳、学生時代は体操競技をしていた。グラフィックデザイン、演劇を学んだ後、現代美術のシーンで活動する。国内外での古典やフィナール国際美術展の受賞歴がある。1998年より、 王の数を舞踏研究所の研究生となる。即興独部作品発表後、音楽寄りの活動場所へ移行し、ピエール・アンリに影響を受ける。2006年よりソロパフォーマンスが認められ、欧州の全英芸術フェスティバルから招待されている。実際は、華奢な体型である。2003年よりライブパフォーマンスを開始。マイクロフォンを床に落としたり、ひっかいたりした音、声。 鈴、シンバルを音源にし、フィードバックを好んで用いる。マイクのコードを巧みに操るので踊っているかに見える。本人はソロダンサーと自称している。ガーターベルトやミニスカートのエロチックなコスチュームを着用し、聴覚攻撃するほどのハウリングに反して指摘要素が多い。特筆は音楽とダンスと文学の融合によって特殊なジャンル、スタイルを打ち出した点である。 ヨーロッパでの評価が高い。参考。ありがとうございます。